はい、ですね、仲間の、テロなんですけど、モーターがね、やっと来ましたんで、ちょっともう現地でね、こちらの現地で交換していきたいと思います。で、今あの車からね、電源取ってますけど、はい、とりあえず、こちら、テープを貼っていこうかな。悪いところでこれあれだな、テープが悪いところで終わってる。案外このテープね、付きがいいんで、まあ、剥いでもね、ベタつかないんでね、お気に入りなんですけど、まあ、あの JR のお得用テープなんですけどね、今はもう売られてないのかな。はい、で、今これ簡単についてたんで、今、ちょっとハンダを外します。黒青やつかでね、このホットボンドなんですけど、もう、取ろうと思えば簡単に取れるものなので、このままね、引っこ抜いてもう大丈夫なんですけど、案外ちゃんとついてるね。今日は多分あのダークデッドが来て、現地で、ジャイロの調整、取り付けをしていくと思いますけど、案外これしっかりついて取れたな。でね、こいつも案外モーターにこびりついてるんだ。あ、そうか、別にモーターはいらないんか、使えないから。モーター、あ、このモーターあれだ、別のモーターだ、新品のモーターだ。そうそう、新品のモーターをつけてたんだ。ほんとなんか物覚えが悪いというか、なんて言うんでしょう、忘れやすい。大丈夫ですか。で、青黒なんで、まだ誰も来てませんけど、青黒に、このモーターも結構ね、海外から発送なんで相当時間がかかりました。で、これが、青黒になります。なので純正なんで、まず、配線の色を間違えなければ一発でいくと思います。穴がね、まあギリの穴なんでね、案外簡単に通る。で、あ、風ビュービューだな。今風下の車陰でしてるんですけど、配線は、埋め込みたいんで、もうギリで切ります。本当はね、ギリはね、本当危ないんですよ。もし、この皮むきを失敗した場合、次がほぼ厳しい状態なの。なので。ライターで炙ります。これは6個解除しての。
寒いからか。やけどに注意です。はい、ほんのちょっとね。爪で、皮むく感じなんですけど、あと、ほんのちょこっと見えるかな、ピントが合ってない気もするな。んで、一番手前からさっき買おうかな。はい、ハンダブテは、30ワットだな、これ。これはね、ここが外れてるんですよ。まあこういうことしてるんでちょっとね、これがカバーになるんですけど、これで時間を、食ったりしてるんですけど、ホイトハンダ、ハンダを足にちょっとずつ、つけて、はい、で、こちらがちょっと汚いな。ちょっと難しいな。団子になった。これでプラスチックをね、溶かさないように。もう一本手があるとね。あ、むずい。むずい。あ、一からだ。ちょっとこれ、逃げる。よし、いいか。ちょっとお団子みたいになったけど、後で、潰しますんで。んで、こっち。本当はね、綺麗にね、決まるとね、いいんだけど、ここの角度がね、こう綺麗に並んでほしいんだな。ちょっとつけてる。こっちは案外綺麗についた。見えるかな。こっち、こっちはちょっとね、潰そう。
なんかうまくいかんね。いいかな。はい。大方インでちょっとハンダゴテのコンセントは抜いて、でね、これを、押し込むんですけど、まず黒が下っぽいな。黒が下だけど、ちょっとやっぱ線ギリで切ったと思ったけど案外長かったな。どうしようかな。この配線、プラスで、隠そう。こんな細いプラスあったっけな。いっぱい入ってるやつなんですけどね、こちらちょっともう壊れててね、もう簡単に壊れて抜けてるんですけど、ここにプラスがちっちゃすぎるかな。これでちょっと、これをするときに思い出すな、あのネジのね受け皿、これをするまでいつも忘れてるんですよね。この前100均行ったんですけど忘れてるな。ちなみにこのオーナーの人にはまだ今日直すことは言うてないんで、今日は取りに来ないかもしれない。結構忙しい人なんですね。これを履いたら今12分、多分大丈夫。配線が長いんで中に押し込む。基本ね、配線はねテープとかで巻くんですけど、周りがプラスチックなんで別に巻かなくても問題ないんですね。お、誰か来たっぽい。誰だ。レボーグですね。飛行機です。はい、ここを押し込んで、ここ今押し込みました。で、この中の配線も邪魔なんで押し込み。で、青い線。上から、押し込む。充電が終わった。よし。誰もおらんや。誰もおらん。トンビがおった。はい、トンビくんがおった。来た。トンビが、また来たかな。はい、これでね、綺麗に収まりました。で、カバーを戻すと。で、ネジ、逆。このネジまた、ちっちゃいな。多分これで直りましょう。よし。力はいらないんでね。ただね、風が強いんですよ。ちゃんと飛べばいいけど。いいかな。よくねえな。入った。はい。あとプロペラをつけて、はい、出来上がり。できました。こっちの配線出てんな。なんでだろう。まあ後で押し込んどくか。はい。じゃあちょっとテストしましょう。はい、電池をつけて、携帯。
と電源入れます。はい、で Wi-Fi を Wi-Fi はい、テロ出ました。パスワード入ってないと思うんで、はい、つながりました。じゃあテロのアプリ、テロのアプリは、あ、これテロのアプリ入ってね、ダメじゃん。テロのアプリ入ってない、ダメだ。Wi-Fi 切ります。これはさ、あの先にね、つながったもんが取るので、ちょっとタブレットでします。もう、テロがもう勝手にね、一回これ繋いだんかな、勝手に今つなごうとしてるんですけど、ん、電源は入ってる、あ、繋がりました。んで、テロのアプリを起動、ひっくり返らんのかな。はい、映像は来ました。ちょっと見にくいんですけどね、ちょっとね、や、空、外なんで、ちょっ と、場所を変えて、あちらを映します。はい、あ、テラガードつけてないんだ、ちょっと重心が変わると悪い、うん、ゾンビが、ゾンビが、はい、行きます。ローバッテリー離陸できません。あ、ダメだ。せっかくやったのに。はい、ちょっと Wi-Fi つなぎ直しですね。ちょっとゾンビが先から、ゾンビが先から、真上を飛んでます。ご飯の時間かな。はい、降りてきた。はい、あ、ちょっとぬくなってきたな。もう今何分だ、18分、あの、そろそろですね。はい、ハの字離陸できるかな、ハの字これが案外難しいんですね。あ、できた。はい、モーターはちゃんと回ってますね。はい、離陸します。おう、一応、もう配線の逆接はないみたいなんでね、問題なく、浮きました。はい、映ってますね。はい、これ今手離してます。はい、いいですね。はい、着陸します。あ、ちゃった。キャンセル。はい、修理完了です。はい、以上に、あ、こっちすごいことなってますね。あんにょ。低いです。近くに行こうかな。いや、どこ行った、後ろ、次は降りてこうに、そんな、
悪いね。取れんかった。まぶしくて見えん。どの辺まで近く来るか。難しいよな。結構スピードが来るけど。今の取れた。これがいいな。動きが早いな。何よ。ん？消えた。おお、音するね。ズーム。また来るかな。これは実際の距離かな。